少しは私に興味持ってくれてるんだ。それは重病にかかってるクラスメートなんて興味が尽きないよ。そういうんじゃなくて、私っていうよりは。そう、君に私の残り少ない人生の手助けをさせてあげます。はい。誰かと心を通わせること、誰かを認める、好きになる、嫌いになる、誰かと一緒にいて手をつなぐ、ハグをする、すれ違う、それが生きる。自分一人じゃ生きてるってわからない。そう、好きなのに嫌い、楽しいのに鬱陶しい、そういうまどろっこしさが、人との関わりが私が生きてるって証明だと思う。だからこうして君といられてよかった。君がくれる日常が私にとっての宝物なんだ。お礼に、私が死んだら私の膵臓、君が食べてもいいよ。は、遠慮する。大体僕は病気じゃないし。人に食べてもらうとね、魂がその人の中で生き続けるんだって。私生きたい。大切な人たちの中で。别怕，所有一个人给你爱。别怕，所有一个人给你关怀。别怕，所有一个人可以让你依赖。所有一个人可以。插手和你双个门外，世界有很多美好值得期待，慢慢挣脱自己体，变成一个小孩，乌云刚好散开，我刚好走来。甘えていたんだ。残りわずかな余命を彼女が全うできるものだと思い込んでたんだ。バカだった。明日どうなるかなんて誰にもわからない。だから今この一日を、この瞬間を大切にしなきゃいけないって、そう彼女に教わったのに。こらこら、そんな難しい顔するんじゃない。どうせいつかはみんな死ぬんだし、ほら天国で会おうよ。